まっすぐ147キロ。いや立ち上がり力がこもってますね、はい、低め空振り三振になりました。ツーアウトランナーが一塁、打順は4番鳴門、4番の前田です。外まっすぐライトに弾き返した、右中間真ん中破っていきました。一塁ランナー井川は三塁を回った、ホームに帰ってくる。近江の山田から鳴門が1回、4番前田のタイムリースリーベース、いきなりの先制点は鳴門高校。1回表1対0となりました。バントしたフライになる、サードの前ワンバウンド、ランナー2塁に進んでいます。送りバント成功、ツーアウトランナーが2塁の形を近江高校は作りました。さあ今度はバッター山田とピッチャー富田の対決。右中間へ弾き返した、4番山田バットで返す、二塁ランナー三塁回ってホームに帰ってきました。一回表鳴門が先制、一回裏近江が追いつく。ツーアウトランナーが三塁、内野ゴロになりました。ショート前に出てくる、一塁投げられない、三塁ランナーホームイン、一点勝ち越し鳴門高校。二回の表これで2対1になります。スライダー高めに浮いた、フォアボール、これで満塁です。三塁ランナー帰れば同点、二塁ランナー帰れば逆転、空振り三振。いやーよくインコース、スライダーですね今ね、インコースのスライダーで三振、これでツーアウト、点差は1点差。投げ切った飛びた、1点のリードを守り抜きました。4回の裏2対1、変わらずそのリード守り抜いた、エース富田涼也のピッチング、近江打線最後は三振に仕留めました。ツーアウトです、ランナー2塁、4番の山田ピッチャー、ただいま申告敬遠ですね。山田は敬遠、ベンチのここは判断。ツーアウトランナーが二塁一塁になります。横田は先ほどの打席レフトへのヒットを放っています。4回の裏は素晴らしいスライダーを続けた富田、ここはどうか、スライダー甘く入る、ライトの後方、大きな当たり、伸びていく、破っていった、同点のランナーが帰ってくる、そして逆転のランナーもホームイン。横田5回の裏逆転のタイムリースリーベース、強い打球センター前抜ける、さらに追加点は近江、6番石浦のタイムリー、これでリードが2点に広がりました。4対2です。なんとしてもこの二塁ランナーをとどめたまま、あと一つアウトを取りたい鳴門。ただ今日2安打清谷です。セカンドの頭の上越えた、右中間へのヒット、二塁ランナー篠が三塁回ってホームに帰ってきました。6回の裏清谷ライト前ヒットタイムリー、1点追加、5対2です。ワンアウトランナーが三塁、今日3安打の石浦です。インコース捉えた打球センター後方、大きな当たり越えていきました。これで石浦は今日4安打、さらに1点追加、近江高校6対2になります。ワンアウトランナー三塁一塁、8番キャッチャー大橋バッターボックス、一塁ランナースタート、大橋の打球は左中間、真ん中打球が落ちました。三塁ランナーホームに帰ってきます。そしてスタートを切っていた一塁ランナー川本も帰ってきました。近江高校2点追加、キャッチャー大橋の2点タイムリーツーベース。空振り
三振、一塁送ってアウト成立。好投手同士の対戦が注目されたこの試合、制したのは近江高校。エース4番キャプテン山田、滋賀県勢初の全国制覇へ、まずは初戦突破です。